マーク・リッパーとリッパート駐韓大使襲撃事件は2015年3月5日に韓国のソウルで暴漢がアメリカのマーク・リッパート駐韓国大使を襲撃した事件。2015年3月5日午前7時40分頃、ソウルにある清掃文化会館での朝食会の席でマーク・リッパート駐韓国大使が刃物を持った韓国人の男に襲撃され、右顎の上に約11センチメートル、深さ約3センチメートルの傷と左腕を貫通する重傷を負った。リッパート駐韓国大使はスピーチをする直前だったという。リッパート駐韓国大使はバラク・オバマ大統領が上院議員の頃からの側近とされ、前年に大使に任命されていた。右の頬骨の下から顎と首にかけての傷は、首動脈の1センチメートルから2センチメートル手前まで届いており、命を失う危険があった。手当てには80針が縫われたという。また、指につながる靭帯と筋2箇所を損傷したほか、腕から小指に向かう、尺骨神経の感覚神経も切断した重傷であったとされ、後遺症が心配されている。港北サムスン病院で応急処置を受けた後、シンソンセブランス病院での回復手術は午前10時頃から全身麻酔で行われ、顔の傷を担当する形成外科医と腕の傷を担当する整形外科医が同時に入り、約2時間半かけて終えたとされる。リッパート駐韓国大使は3月19日には業務に復帰し、家族と一緒に写った写真をツイッターに掲載した。リッパート駐韓国大使を襲撃した。襲撃犯は、ウリーマダンドクシマシゴの代表金騎手55歳とされ、2010年7月に、当時日本の駐韓国大使であった、重家俊則に投石し、同席の在大韓民国日本国大使館一等書記官の女性を負傷させたものの、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決に止まり、収監されなかった人物とされる。重家大使への投石事件で、実刑判決が出されていれば、リッパート駐韓国大使への襲撃を防げたとの指摘もある。犯行後、周囲からうつ伏せに取り押さえられた際にも、毒島は韓国の領土、アメリカ軍の奴らは、なぜこの地で戦争訓練をするのか、あの時はテロではなかった。今回はテロだなどと大声で叫んでいたという。犯行当時、キムは刃渡り25センチメートルの凶器と、カッターナイフを持ち、韓服を現代風にした服と帽子を身につけ、髭を生やしていた。また、キムは活動家として、前科6犯の人物であった。キムが代表を務める団体、ウリマダンドクシマシュゴへ、韓国政府から支援金が出されていたことも指摘された。2000年から8年にかけて4回にわたり、2000万ウォンが同団体が主催する公演に支援金として出され、2010年7月に、重家駐韓日本大使に2個のセメント片を投げつけ起訴された後も、映画振興委員会が、同公演に300万ウォンを支援していたという。さらに、2012年から2014年にかけて、ウリマダンのイベントを開催するために、ソウル映像メディアセンターを無償で貸し出したり、公演の権限も付与するなど、様々な支援をしてきたとされる。現政府でも2013年1月から最近まで政府の予算から3200万ウォンの支援を行っていたという。ソウル中央地裁刑事25部は9月11日にキム被告に殺人未遂、外交施設暴行などの容疑で有罪として懲役12年を宣告した。キム被告が外交施設を攻撃した2度目の事件であるが、地裁は外交施設を深刻に攻撃した最初の事件と定義し、裁判で手に怪我をしていて殺害する能力がなかったと言って、殺意を否定していた被告に対して、未必の故意でありながらも殺意があったとこれを否定して、重刑を科した一方で、検察が追加起訴した国家保安法違反容疑については、北朝鮮の対外的な主張と一致する部分があっただけとして、無罪とした。これに対して検察は控訴した。行事を主催した民族和解協力反国民協議会は一人の警護員も配置しておらず、警察にも警護要請をしていなかった。所轄の小路警察署側が25人を会場の周辺に、そして情報、外事課の捜査員3名を会場の入り口に配置していただけとされる。会場の入り口で名前と所属を言えば、招待者リストの名前を確認しただけで、身分証を確認しないまま、名札を渡して入場させていたとされる。参加者の証言でも、入り口には金属探知機がなく、身分証や写真などの確認もなかったという。参加予約もしていない、金始め週であったが、実務スタッフが顔見知りであったため手書きの名札を作って渡したという。この時、小路警察捜査員がリストに名前のないキム被告をなぜ入場させるのかと指摘したところ、民和協職員は加盟団体の役員なので問題ないなどと答えたという。事件後、韓国警察は大使館側から特に身辺保護の要請はなかったとする趣旨の釈明をしたとされる。アメリカ大使の警護は大使館のセキュリティ部門の担当であり、外交官は基本的に韓国警察の警護の対象ではないと主張した。事件後から米国大使を要人警護対象者に指定、大使本人に警察官4人、大使夫人には警察官3人を警護につけたとされる。事件当日、韓国の朴槿惠大統領は中東を訪問中であり、同日に電話で見舞い、米韓同盟に否定的な影響が出ないよう、アメリカ政府と緊密に協力すると伝えたほか、韓国とアメリカの同盟に対する攻撃で許せないと非難した。なお、2010年にキム被告により、茂栄駐韓日本大使が襲撃された事件では朴大統領による茂栄の見舞いはなされず、また、キム被告に対しては執行猶予判決が出され、収監はなされなかった。3月5日、米国家安全保障会議のミーハン報道官は、オバマ大統領が大使に見舞いの電話をかけ、できるだけ早い回復を祈ると述べたと伝えた。米国務省は暴力行為を強く非難するとの声明を発表したとされる。リッパート駐韓大使は入院先の病院で自分だけでなくアメリカへの攻撃だと与党、セヌリ党の金星代表に発言している。従北勢力の犯行とされ、黒幕に仕立て上げられた北朝鮮は、当初より韓国での報道に反発するとともに犯行を正当化するような言説を繰り返した。朝鮮中央通信は5日、事件に対し、戦争狂アメリカに加えられた当然の懲罰。南北は統一されなければならない。戦争に反対だと叫びながら、正義の刃の洗礼を浴びせたなどと表現した。反米機運が高まっている中で起こった、この事件は、南朝鮮で合同軍事演習を行い、朝鮮半島の戦争危機を高めているアメリカを、糾弾する南側の民進の反映であり、抗議の表明だなどと述べたとされる。ただし事件への北朝鮮の関与は裁判でも明らかにならなかった。3月5日、午前の記者会見で、日本の菅義偉内閣官房長官は事件に対し、こうした行為は決して許されず、強く非難することでありますと述べた。また、在留邦人の安全に向け、大使館から注意を呼びかけると同時に、韓国政府に対し警備の強化を要請しましたと明らかにした。ありがとうございます。